ひどく疲れているようだ。大丈夫か？正義の味方に安息なし。ゴーストクラブの今日の活動は馬車に関する調査だ。屋根は黄金でできていて、日に照らされると見る者の目をくらませるという。もちろん呪いの馬車だと言われている。探してみようじゃないか。郵便に使われていたものかな。これまた驚くほど乗り心地が良さそうだ。一体何だ。心配ない、大丈夫。助かったわ。あの悪党は私と無理やり結婚するつもりだったの。家に帰らなくちゃ。あなたは私の名誉を守り救い出してくださいました。私はエリザベス。降りてきて隣に座って、お顔を見てお話ししたいの。お嬢さん、どこだ。今にも倒れそうだぞ。一体何があったんだ。話しても信じないさ。